新松田駅は神奈川県足柄上郡松田町松田総領にある小田急電鉄小田原線の駅。駅番号は O41。駅前にある東海旅客鉄道御殿場線松田駅との連絡駅である。なお、特急、富士山は御殿場駅発着の直通運転のため JR 松田駅1番線を経由し、 当駅には到着しないが、運賃計算上同一の駅と扱われる。駅所在地の地名、松田から、御殿場線に松田駅があるため、新松田と名付けられた。なお、松田という地名は、沢田神社の祭祀料を賄う祭り殿があったことに由来している。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。小田原方に折り返し引き上げ用の Y 線が設けられている。 新宿方の構内に JR 東海五殿場線の松田駅に通じる連絡線があり、特急、富士山がこの連絡線を経由して五殿場線と直通運転しているほか、小田急電鉄並びに箱根登山鉄道が発注、購入した新型車両の搬入に使用される。この場合、日本貨物鉄道の電気機関車が連絡線を 新宿方面へ通り越してから折り返す形で、当駅構内まで乗り入れる。なお、松田駅当駅間の運転は、EF65 系電気機関車の運転資格を、有する小田急の運転士が担当する。1927年の開業当時から1970年代後半まで、いわゆる、ギャンブラル屋根の駅舎であった。なお、2011年時点において、 小田急でギャンブレル屋根を有する駅舎は向こうが丘遊園駅北口のみである。改札口は北口と南口の2カ所であるが駅員は北口のみ配置されている。ホームとは古線橋により連絡しており、改札外、古選橋及び古線橋ホーム会をそれぞれ連絡するエレベーターが設置されている。2012年3月16日までは9時台の 小田原方面の列車には当駅で後ろ4両が、確定箱根湯本行と、全6両が急行小田原行を分割する列車が1本ずつ存在した。また、箱根湯本発、平日6.7時台、と休日5時台の確定新松田港は、当駅到着後に、小田原発、平日7時台の2本、と休日6時台の急行新宿行の全部に連結され、 当駅からは重量編成で運行されていた。さらに、小田原初八時代の急行新宿業は当駅で、全部に空車4両を増結後、重量編成で運行されていた。当駅と海老名駅での列車の連結、切り離しは、原則として1番ホームと4番ホームを使用していた。2012年3月17日からのダイヤでは、途中駅での一般列車の連結、切り離しは、 完全に廃止された。2007年春頃、駅の改札やホームなどに発車表が新設された。この発車表では、列車種別表示にフルカラー LED が使用されている。駅名表は2015年7月に LED 照明付きの中国語及びハングル兵器のものに交換された。乗り場は海側を一番ホームとして、下表の通りである。 2019年度の1日平均乗降人員は22,946人であり、小田急線全70駅中45位。2018年のダイヤ改正で運行形態の変更により、準急特急ロマンスカーの停車駅から外れた。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り、松田町の中心市街地に位置しており、北側に、 松田駅が隣接する。駅前のバス乗り場は、北口の改札を出て、正面の箱根登山バス乗り場と改札を出て、左側の富士急小南バスの乗り場に分かれており、乗り場番号は同一であるが、別々の場所である。停留所名は共に新松田駅であるが、1987年頃の富士急行バスの時刻表では、単に新松田と記されており、 2021年現在の富士急湘南バスの車体の行き先表示は小田急、新松田駅と表示される。乗り場番号は共に駅舎に近い方から順番に廃盤されている。かつては渋沢駅や肌野駅への湘南環奈港バスの路線も発着していた。発車を待つ夜行高速バス、金太郎号、このほか、東名高速道路上の松田バスストップが徒歩圏内にある。 ありがとうございます。